皆さんこんにちは、森田エンドロムスクールの森田亮太です。本日は質問をいただきました。ダンスビートのハイハットオープンができませんの動画のコメントで、まあ、本当に参考になりました。ありがとうございました。できましたらつくちーつくちーという16分音符オープンクローズのダンスビートの解説もお願いしますっていう、ことだったんですが、なんかこういうやつですよね。こうツクツンの、手順で、オープンクローズしてスネアを入れて、ダンスビートにしてるみたいな。こうフレーズが使われてる曲っていうのはいろいろあると思うんで、まあ、なんかこれちょっといくつかのステップを踏んで、このつくつーを、できるようにしていけれたらいいかなと思うんで、ぜひねちょっとやってみようと思います。ダンスビートとの違いとしては、ダンスビートって裏一発だけ狙うことが多いじゃないですか。こううっちゃ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 みたいな感じなんですけど、つくつーつくつーの場合はこう右手が8分音符叩いてる感じなんですよ。こうでまずはちょっとこのうっちうっちの状態と、バスドラを入れて、まあ、言ったらアップダウンがアップダウンアップダウンのアップのところにバスドラを入れた状態でこうまずはこの動作をしっかりと練習することが大事なのかなと思いますかね。こうだいたいダウンと足が一緒に合わさってこういう動作やったりやりやすいんですけど、これが逆になるとねちょっとやりにくいですよね。こうっていう感じですかね。で、まあ、これに両足を加えてひとまずこれで、ハイハットオープンクローズできるようにするみたいな。こうこの手順を、練習してみてください。さらに、2つ目が、まあ、これタタタンタタタンをやり続けてるフレーズなんですけど、このタタタンカツ丼のドンがアクセントしてる感じなんですよ。こうカツ丼天丼みたいな、うな丼鶏丼みたいな。でこれのカツ丼カツ丼のカツに足が入ってるっていう感じですよね。こうでまずはこれをしっかりと手足を分離させてカツドン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 を、しっかりと練習できるといいかなと思いますかね。でこの動きに慣れたらこれも言ったら左足を入れてチャ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 、オープンクローズできるといいですよね。こうそうっていう感じですかね。で、まあ、これよくある悩みとして、なんかダンスビートの時はハイハットこうオープンクローズできるんやけど、このズクツンズクツンになったらならへんみたいな、ならないんですみたいな人っていうのはいるんですけど、これね、あのここの右手の8分音符につられて足も一緒に8分取っちゃうみたいな、こうえんえんえんこうえんみたいな、まあ足がワンえんトゥーえん取っちゃうと、そのなんていうの、ワンエンのとこでこうアクセントしてオープンしたいんですけど、こうワンエンのタイミングで上がると叩いてから上がるような状態になるんですよ。でそうなると遅いんで、あのどっちかというとこう足の動きはこうなんていうの、あの一拍このジャンプしながら踏んでるような感じっていうのが大事で、まあ、上に向かってワンなんかピョンピョンって
って上に向かっていくような感じ。これね、こうブン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 じゃなくてドン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 って感じなんですよ。でそれで、このドンドンのこの足が上がってるところにアクセントするのでハイハットがうまくこうオープンしてくるんですよね。こうこのピョンピョンジャンプしてる状態を手が細かくなっても同じようにこうまあ、分離するっていうことが大事なのかなと思いますかね。最後に、まあ、これあのスネアに行くバージョンなので、まあ、こうタカタカとこのスネア始まりのこの動作が意外とね、こうこのツクツーツクツーのねダンスビートは難しいのかなと思います。こうツクツータカツーツクツータカツーみたいな感じ。っていう手順を、練習できるといいかなと思いますかね。そう、まあ、まずはこのアップダウンと、アップダウンアップダウンのアップに足をしっかりと合わせてこう右手と右足を分離するみたいなね。でこれに慣れたら左足も加えて、裏のところをオープンする。さらに慣れたらタタタンタタタンカツドンカツドンのドンをアクセントバージョンの、フレーズに足を入れるみたいな。でこれに左足を加えてズクチー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 。で最後にズクツースネアを加えてズクタタン。入りバージョンもいきなりやりにくいときは、まあ、左足抜いてこのツンタツツンツクツンタツツンっていう感じでやってみるといいかなと思いますかね。はい、まあ、そんな感じで本日もありがとうございました。さよなら。